私は高速駆動が可能な分割橋の開発をしています。これが実現できると、鏡を用いた光操作を行うさまざまな機器の性能向上が期待できるだけでなく、分割することで高速駆動を可能にするという手法を機械開発の新しい手法として提案することができると考えています。機械開発に必要な幅広い知識や能力を身につけたくて機械系を選びました。周りの友達もすごいレベルが高くて、いい刺激をいっぱい受けています。私は研究者として自分が面白いと思うような研究にずっと携わっていきたいと思っています。私の研究は靴のマイクロフォンを用いて鳥の位置検出そして識別を行うという、研究です。このような技術があれば鳥の高度をもっと理解し生態学にも工学にも貢献できるといいなと思っています。東工大を選んだ理由はですね、やっぱり他の大学と比べて国際交流に力を入れていること、そして優れた環境で研究できること、このような点に惹かれたからです。特に国際や国内学会に行く機会が多くて、楽しいです。将来は人工知能に関する仕事がしたいですね。そこの分野で得た知識と経験を生かして、なるべく世の中の発展につなげたいと思っています。私は電気自動車のモーターや発電機の性能向上に関する研究を行っています。将来どんどん普及が進むと予想される電気自動車が少しでも安く、そして長い距離を燃費よく走れるように性能を向上することが目的です。私は現在モーターのトルクや出力、そして効率の向上に関する研究を行っています。スマートフォンのような小さなものから送電設備のような大きなものまで、電気は現代社会のあらゆるところに使われていて幅広く活用が期待されています。私は大学に入った時に自分のやりたいことについて具体的なイメージがなかったので、幅広くいろんなことを勉強してその中から自分の興味のあるものを見つけようと思い、電気電子系に決めました。電気電子系で学んだ知識を生かして、私たちのより良い社会のために何ができるかを宇宙規模で考えられるエンジニアになることです。夢中になっていることはプログラミングです。授業だけではなくサークルでもプログラミングの勉強をしていて、さまざまなソフトの開発をしています。またサークルのメンバーと大会に出て、情報危機管理コンテストという大会で経済産業大臣賞をいただきました。プログラミングの楽しさをたくさんの人に知ってもらうために、中高生向けのプログラミング教室なども開催しています。もともとゲームのプログラマーになりたくて、憧れでもあった任天堂の前の社長の岩田さんの出身校でもある東工大を選びました。その中でも高いレベルの情報分野の勉強ができる情報通信系を選びました。将来の夢は世界を変えるエンジニアになることです。IoT や SNS などのデジタル技術を活かす組織の能力が今問われています。そこでその能力を評価する方法や、どうしたらその能力を上げられるかという研究を行っています。経営や経済などの文系科目や統計や IT などの理系科目を幅広く学ぶことで、学際的な観点を身につけることができると思ったからです。将来の夢はグローバルに活躍するビジネスコンサルタントです。Join us at Tokyo Tech, the leading science and technology university.